岐阜県平地方で震度4の地震、津波なし、被害の情報なし19日午後5時18分頃岐阜県で震度4の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。各地の震度は、震度4が岐阜県高山市となっています。この他、震度3の揺れを岐阜県、平市と長野県和住野市で、また、震度2や1の揺れを富山県、群馬県、 愛知県などで観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は岐阜県平地方で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されています。消防と警察によりますと、これまでのところ地震による被害の情報は入っていないということです。